はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7続きをやっていきましょう。廃校を進んできて、とりあえずセーブポイントまで、来たので一旦中断したところですね。そこから再開していきたいと思います。目的は E ネクロトキシンでエブリンを倒すということで、まあ、この先へ進んでいきましょう。アイテム的にはもういっぱいなんですけれども、ちょっとやっぱね、結構持ってきたいものもたくさんあるんで、まあ満タンのまま進んでいきます。でちょっとどうしてもアイテム行き詰まってきたら、まあ、このハーブをちょっともったいないですけどサクサクサクっと使って、アイテム欄を開けていこうかなと。あとマグナムの弾もね一発だけあるんで、まあ最悪これも消費しちゃおうかなと思います。じゃあ先行きましょう。え、なにこれ、どっち、これ絶対こっちだよね。え、こっち行けないっしょ。これ何、どこに繋がってんの、なんかすごくない、完全に研究施設だな。あ、おるね。競争弾、そうか、競争弾。しかもさ、12発って。どうしようか、まあ。とりあえずショットガンでいこう。いよいよアイテムがきつくなってきたな。あれ？こっち？あ、いいのか。なんか、あれ？なんかさっきとも似たようなとこだなと思ったけど、気のせいか。単に似てるだけだよね。こっち行くと先に進むから、ちょっとこっちの方ね、アイテムが何かないか、探索してから行きましょう。あ、これは？いいね。リモコン爆弾。さらに、これ以上持てない薬液。薬液は、最悪諦めるか。しょうがないよね。薬液のためにハーブを使うのはさすがにもったいないんで、こっちの方とかはないよね。じゃあ進んでいきましょう。うわ、暗いな。なんか暗いよ。ああ、大丈夫大丈夫。ん？で、扉か。ちょっと待って、またこの、何、沼地的な、ここ入んの？よく入れるよね。深さがさ、わかんないじゃん、全く。ちょっと陸地を渡っていこう。何？何の音？なんか音楽的な？歌声？ん？なんだ？で、ここ？しゃがむ。いるね、エブリン。死んじゃえ。やばい。やばくないか。大丈夫？うわ、来た。俺、立ってる、立ってないよね。直撃させる！一撃必中！無理か、もう一発！装填できるときに装填しておいて、近づいて、おら！くそ、一発で倒したいんだけどな。まだ生きてるか、いい加減消え去ってほしいが。ちょっと待てよ、さすがに敵の猛攻が激しいな。アイテムを探索していきたいけど何もない。んー、ショットガンがいよいよやばくなってきたな。リモコン爆弾8個か。ハーブがあるね。ん？今なんかもぞってなってるね、あそこ。あ、なんだ。ん？出てくるか？いや、絶対来るでしょ。これ絶対もぞってなってるもん。ハーブを取ろう。ちょっとダッシュしよう。突破する。後ろからめっちゃ来そう。来るか？なるほど。これか。後ろは？とりあえず大丈夫。あ、くる。ほら！至近距離で。あいけ！くっそ！痛い。どこだ？お前か！まだ生きてる？まだ生きてるね。
ショット、ちょっと本当にショットがまずいな。これはんどっちどっちどっち、こっち側に回れるのか。アイテムがないかだけ見よう。あれもう地形が分かんない。ここにこうやって行けるのか。こっから出てきたんだな。これ何ハーブじゃなかったかなんか一瞬ハーブに見えたな。ちょっと木箱かな。怪しいは怪しいんだけど、いやこれじゃ持ってない。何か、あ、バーナーの連続マジいらんわ。ハーブを1個使おう。調べるじゃなくて使う。2つ使おう、もうこれは。あれなんで？よし。いや、こっちだな。最高、先へ。来たか。設置。オン！どこだ？もう一発か。最後はこれで、うおぉ。弾けて混ざれたな。いって！なんだ、どこだよ。まだ生きてんのか、お前は。しぶとすぎる。ちょっと待って。またハーブを使いたいね。これはなんだ？ハーブを使おう。どっちだ？こっち側にくぼみがある。何かアイテムがあればいいけど、よし、いいね。リブコンパク弾。ただ、ここで敵に遭遇したら、元も子もない。木箱があるね。ちょっと爆発するかもしれないけど、しょうがない。ナイフで。ほい。よし、ショットガン弾、助かる。あれ、取れない。取れた。で、こっち。マシンガンの弾はいらないな。取っちゃった、もしや。取っちゃったね。マシンガンの弾捨てよう。本当にいらない、これは。で、リモコン爆弾に切り替えて、充填も OK でしょ。基本的にもう、来るか。ちょっと素早いやつはリモコン爆弾を使っている暇がない。よし、ほい、もうこれでいこう。ほいもう訳がわからん、どうなってんだっていう。で、リモコン爆弾何個？ 5 個。あれ？これ何？いける？どういうこと？なんか今、うねってなかった？いや、もう適当に来ちゃってるけどさ、大丈夫か？あんまりアイテムを探索してないよ。これとか、単なるライトか。ん？ライト消した？なんで消したの？待って、これもう、ほら、ちょ待って、これは、ほら、さて、行こう、ガンガン行こう、うおー、押しまず使おう、どうだ、装填、4個か、ちょっと待って、ゲロが。ゲロが凄まじすぎる。よし、倒した。ちょっと逃げよう。おお。装填。やばい。体力的にはとりあえず大丈夫。使ったね。めっちゃ使ったね。アイテムボックス。ナイフで切って、マシンガンはいらない。完全にシカト。あれなんかこれ上行けんのか？ん？どういうことだ？特にって感じか。暗いな。他にアイテムはないかな。
なさそうかな。またショットガンに切り替えて、リモコン爆弾はセットしとこう。よし、で、ちょっと怖いから上を見ながら登ろう。いた今。あ、いたわけじゃないか。回復薬があれか、1個プラス回復薬強が2個、まあ大丈夫かな。これどこ、あれなんかセーブポイントがあるね。あれこっち行くの、こっちは行けないのか。行けないからこっちに沿って狭いところを通って、こんなとこでさ挟まったら一巻の終わりだよね。アイテムボックスがあるからマシンガンか。ちょっと待って、マシンガンは回復薬強いいね。廃校の見取り図、今更廃校の見取り図ってで、ちょっとセーブをしましょう。じゃあ一旦大丈夫だよね、何も来ないよね。はい、じゃあちょっとセーブが終わったので先へ進んでいきたいと思います。だいぶアイテムを消費したね。リモコンにして、まあ、ハンドガンがね、最悪競争弾がそれなりに残ってるから。これ何、おお、これどこ、これあれ、これあそこじゃん。わ、なんだっけ、一番最初に来たとこだよ。え、これ何、これ人形が怒ってるよ。これは関係ない、怖いな。もうこの車椅子とかさ、なんかあのおばあさんが乗ってたやつじゃない。てかおばあさん何なの、え、そうそう、うん、あ、ドアがない、なくなってる、なくなってるわ。あったね。え、これは E001。 あ、え、このおばあさん E001 なの。てかおばあさんじゃん。でこっちに来て、でこうだよね。やばいな、ちょっとここら辺は一応地図は完成しているとはいえ、え、あ、電話だよね、そうそうそう。うん、お、私に構うか、今の俺あったね、あったあったあった、あ、いて、お前を、全部お前のせいなんだ。これは幻覚か、確かに幻覚が始まっている。あ、1個弾を装填しよう、いる。おお、またかよこいつさ。ちょ、待って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 よ。傷つけるつもりはなかった、そいつを殺して、ママ、いや俺はぶっ壊しちゃう。よくもやりやがったな、このクソ野郎。今は俺はね、大量にアイテムを持っている。お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。来るか、じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。ああ、特にないか。で、これどっち、絶対上だよね。アイテムとかなんかあんのかな。上行くか。まあ一応最終兵器マグナムは残ってるからね、基本的にはちょっとショットガンで、いざとなったらマグナムに切り替えよう。上に行くか。助けて。ん、どこだ、ちょっと待って、こっちなんかアイテムある。兄さん助けて、
あれ、なんかこのままいけるし。いや、これなんか上登るとちょっと危険な感じがするけど、てか上登れなくね。あ、こっちか。あ、そう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 、だって壊されちゃったもん。え、なになになに、え、どうすりゃいいの。やっぱりこっちか。こっから登る的な。はしご、あれ、どこ、こっちじゃない、こっち行けない。あ、行けねえわ。あ、こっちから行くってこと。あれ、え、なんだ、ん、こっちか。うわあ、こわ、私を死なせてよ。こわ、ちょっと待って。うわ、ああああ、え、弾使っちゃったよ。待って、こっちから来いってこと。いけねえし。え、パワー、ちょっと待って待って待って、パワー減った？よくわかんねえや、減ってんだか減ってねえんだか。弾は7発。これすげえはしごに見えるんだけど、え、どこだ。下か、こっちじゃない？ちょっと下行ってみようか。よっ！いた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 。走ってったね。どうだ？いる。お前も家族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。俺は本気だぞ。やめろ、私に近づくな。お、来た来た来た。おーおーおー、表情なんかいらない。おおお、え、ちょっと待って待って待って。おお、構わないわ。あ、ちょっと待って待って待って。え、何これ、何この人形。こんなんあったっけ。え、体力的にちょっとどうなってんの。てか弾丸がやべえな。どうする、ちょっと爆弾の代わりに拳銃に切り替えよう。で、なんかよくわかんないからとりあえず競争弾にしておこう。ショットガンはもったいないね、よくわかんないで使うのは。え、こっち行けねえし。こっちか。こいつなんなん、こんなんいたっけ。撃ってみる。さっきなんか落としたっぽくなかった今。競争弾に切り替えよう。ちょっと待って。なんだなんだ。勝手に幻覚か。いる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 ね。おお、いて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 。え？あ、いた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 。あ、てか減ってるわ。減ってる減ってる減ってる。ちょっと待って。ガード。おら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 、これか。これで近づこう。いや、やめて。
で、いいネクトトキシンを打とう。もうこれ以上近づくな。やめろやめろやめろ。お、来た来た来た。くらえ。やだやだ。サクッ。お前が。どうしてみんな私を嫌うの。おばあさん。終わりだ、エブリン。なんか言ってるね。これやばくねえか。え、こっちやばい。マグナムに切り替えよう。え、こいつ、おら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 、ちょっと待って。ほら、え、マグナムもうないよ。とりあえず使い果たした。もうしょうがない、これ使おう。やけど、消火しよう。消化じゃねえよ。ここ、めっきゃくめっきゃく。いってー。え、なに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 。おお。おお。ヘリコプターが来てる。あ、てかやべえ。結構やばくね、俺。もうお姉さんだろう。おお、装填、ほら、暗い、焼き尽くしてやる。ほら、てかさ、回復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 。ほらほら、もうないんだけど。アイテム開けねえし。競争団で、あ、やるな。ああ、ああ、なに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 。おお、ほらほら、すげえな、こいつさ。ほらほらほら、なんかもう見えねえよ。回復回復できないの。なんだ、ちょっと待って、ちょっと待って。え、取れ取れ取れ。アルバート01。回復したいんだけど。これ何？大丈夫？え、いいのこれ。超適当に打ってんだけど。もうないよ、弾がないよもう。いや、弾ないっす。倒したな、これだけの銃弾で。動けないけど当たりは見回せる。束の間の休息、悪夢の終わり、夜明け。おお、いっぱい来た。すげえな、特殊部隊じゃん。え、なに、レッドフィールドだ。おう、無事でよかった。レッドフィールド、こいつ。ずいぶん遅かったじゃないか。あれ、ミア、ミアとゾイはどうなったの。イリさん、あれ、いる。あ、いるじゃん。ミア、助かったんだ俺たち。本当
ゾイは結局どうなったの？どんなに暗い夜もいつかは明ける。ようやく夜明けが訪れた。気が遠くなるほど長い夜だった。苦しめられたのは俺とミアだけじゃない。ベーカー家もそうだ。あの化け物エブリンに変えられてしまった。アンブレラ、あいつはもういない。後のことは彼らに任せればいい。俺はミアを失ったと思っていた。だが彼女は戻り、全てを乗り越え歩み出そうとしている。ここから新しい日が始まる。ああ、通信で生存者はいないって言ってたからね。ゾイはダメだったのか。これはなんかめっちゃ怖いんだけど。いや絶対なんか出てくるよ。ああ、ディレクターとかこれあれか、エンディングのあれね。スキップしますか。はい。難易度ノーマル。プレイ時間は12時間。リスタート12回。ミスターエブリウェア。全然破壊してねえな。アンティークは18分の13。ファイル32分の31。ああ、あと1個だけか。アイテムボックス84回。回復アイテム39回、スタビライザーは1回、ステロイドが3回と。次の項目をアンロックしました。アルバート01武器。おお、本編のアイテムボックスに追加されます。OK。防御の極意。アイテムボックスに追加されます。ああ、ノットはヒーロー。2017年、春。
はい、ということで、じゃあバイオハザード7はこれで一旦終了ですね。まあね、ちょっと怖くてね、ちょびちょびしか進んでいけなくて、まあなかなか進みも遅くて申し訳なかったですけれども、そうですね、ゾイはダメだったのかっていうのと、あとルーカスは別になんか戦ってないよね。ルーカスはそのままどっか行っちゃったのかな。とあとそうですね、結成をゾイに打つとどうなるのかっていうのもちょっと気になりますので、まあ一旦バイオハザード7の本編はこれで終了になりますけれども、まあ時間があるときに、別ルートとかもやっていければと思います。では最後まで長い間本当にご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローとしていただければ幸いです。